でなんか暖房で冷房か冷房をつけるくらいのあの寒さではなく暑さではなかったんですけど、今日は寒かったです。間違えた、暑かったです。扇風機つけてる、扇風機はつけてないかな。もうこんばんは。でまたあの23日ね e スポーツがあるので、あの待ってね、よいしょ、眩しくて見れないこの画面、眩しい、なんか消えちゃった。あの23日にね e スポーツがあるので、明日じゃない昨日の夜も公約行動しようと思って約束してたんですよ、友達と。友達に約束してて、でもほんと眠くてすごい眠いから30分くらい寝ようと思って、30分くらい寝て、であの起きて公約行動しようと思ってたのよ。でもさ、最近毎日のように公約行動をねしてたわけですよ。そう、無駄にうまかったから公約行こうや、公約だけにって言ってました。あれがすみません、なんかさ、いやさ、マジで最近永遠と眠れる気がするのよ。あのマジで3日間くらい私に余裕を与えてくれたら3日間全部、ね、寝て過ごすと思うくらいなの。そんくらいね永遠と寝ると思います。いやいや、どれこれ寝てるんじゃなくてね、あれ割とライトが眩しいんだよね。ライトが眩しいんですよ今ね。の6時半くらいまでずっとひたすら配信終わりから朝の6時半くらいまでずっと寝てたので寝落ちしちゃって、そうだから眠くはないんですけど、頑張るよ。だから見ててくださいね皆さん。よいしょよいしょよいしょ、ダメでも見ましょう、マジで見て。眠い時手あったかいけど割と冷たい。割と冷たい。